暇人の授業始めさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、早速で申し訳ないですが、机の中にある資料をお出しください。忘れたんですか、竹本君。忘れました。本当にないですか。よく探してください。はい、成績マイナス1と先生をからかったということで、それでは今日よろしくお願いします。まあ、まず私のプロフィールからご紹介させていただきます。暇人という、ね、名前でインターネットで活動させております。2001年生まれの22歳、大阪府出身。11歳の頃からインターネットを知り、現在は大学を休学中、参加生ニートメンバーとして活動させてもらってます。あ、どうしましたか。なんで書かないんですか。インターネットだからですね、これが。あ、はい、ということで今日はこの22歳が今まで人生の犯してきたしくじりからちょっといろいろお話しさせていただきたいと思います。では次のページ、皆様よろしくお願いします。僕がやったしくじりは何か。クンキッズになっちゃったということで、今回私はクンキッズになっちゃった人のしくじりのお話とさせていただきます。取り返しつかないねしくじりだ。しくじりだよ、完全に。経緯を、まあ、これから少しずつ話していきたいと思います。それでは皆様、次のページ、暇人の幼少期の性格から、運動が大好きで友達遊ぶのが好きの強人ですね。もうパリパリの、もう友達とずーっと遊んで運動して、小学生上がるまでは体操と水泳です。水では泳げる、陸上では走れる、跳び箱も飛べる、鉄棒なんかも一回もつまずいてもないし、保育園の頃なんか通知表みたいなのがあったんですけど、体育関係はもう先生からペタ褒めで1番2番も争うぐらいすごいワンパク坊主だったと。こいつ敵じゃねえよ。敵だ。あ、やめてください。こいつ敵じゃねえ。倒すべきやつだ。まあ、ここら辺から訓結になぜ落ちてるのかを、まあ、ご説明させていきます。まあ、小学生の頃、忘れません、野球もやってたんですよ、実は。でしかも小学5年生ではもうゴルフもやって、中か外かで言うならもう外で遊ぶ方が好きなぐらいの、もう書いてある通りこちらです。無料 FPS との出会いです。あー、これ終わった終わった。この些細な出会いが僕の人生を大きく変えてしまいました。何歳ぐらいの時に11歳の頃に知って、インターネットは。でそこから1、2年インターネット出てたら急に出てきたんです。右の広告に敵を倒せガビガビの画質の、わかりますかね、無料 FPS の、 横に出てくるバナー、あれになんとなくクリックしてしまう。それに惹かれた僕はのめり込んできます。その時はもう中学生で、中学生のしくじり、1日10時間パソコンゲーム付けということで、外で遊ぶのが好きだったっていうのも、この今のこの写真、これ実際の僕の中学生時代の写真を引っ張り出してきました。先生、はい、多分同じような生活してる先生と同じ経歴の人がいるんですけど、はい、連絡先分かる、行った方がよくね、クンキッズやめろっていうね。そうですね、全く同じじゃん。彼は多分おそらく僕と同じ人生だと思います。それは間違いないです。ペニガキが終わりだ。もう本当にそうですよ、終わりだ。ペニガキはもう多分僕が今から言うルートを辿っていきます。綺麗に辿っていきます。まあ、生活のルーティンをこの時の紹介させていきます。朝7時半起床。嘘つきました。朝8時全然起きましたね。まあゲーム次第なんですけど、7時半起床または8時起床で、まあここら辺でで登校。ここまでは一般じゃないですか。昼12時飯で学校が終わるじゃないですか。部活メンバーにバレないよう隠れながら帰宅。こちらでございますね。これできたんですか。できた。ミキさんそんなことしてないよ。本当ですか。友達から隠れてませんが、想像しやすいんじゃないですか皆様。あの時の中学生の友達から隠れてそこ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 歩く日々。僕の場合はこう、僕水泳部だったんですよ、中学生。こう水泳の通り道にここでみんなが準備運動してる最中で、みんながこう準備運動で先生の方を向く瞬間にダッシュで帰るんです。こういうことをやって帰宅直後ゲームです。飯、風呂、何もしません。もう制服のまま26時なんです、深夜2時。はい、なんで部活やめなかったんですか。入りっぱなしで幽霊部員でしたね。ずっと逃げ続けてやめないくせ。なんかそういうね、近代もやめてないし、彼女とも別れてないし別のことに夢中なのに、やめればいいんじゃん、彼女も。でも、部活の顧問、2年生の頃毎日、部活来んのか来へんのか
学校に行ってるのに不登校生の扱いみたいな感じで部活でいじめられてるのかどうか僕一回疑われた時あって、部活にこなさすぎて、まあこんな感じで、まあゲームのことだけを考える生活となってしまってました。ゲームにハマった結果、あるあるの、親からのパソコン禁止令出ましたね。これ僕ゲームにハマりすぎた結果、テストがひどい結果になりまして、何点ぐらいだと思います？25点13。数学9点、英語2点、社会31点、特技ないじゃないですか、国語15点。これ中学1年生の頃ですね。中学1年生の頃にもうこの結果を叩き出すといったことになった結果、親からもうパソコンはさすがにやばいと、悪影響であると認定されて禁止されたんです。3ヶ月。そりゃそうだ、3ヶ月。そりゃそうだ。それを禁止させられた結果、パソコンに触れない生活になるはずだったんですけど、次の方ぜひ皆さん見てください。は？実は僕離れの方にパソコンですけど、窓の鍵が開いてたんですよね。これに気づいた僕は親にバレないように、なんと2ヶ月間ずっと窓から出入りして、親がいない間はパソコンゲームをひたすら触り続けるといったおかしいことをしてやりました。やっぱやべえやつだこいつ。初め2週間入れないな、パソコン触れないな、悩んでました。見つけた瞬間、窓の鍵が開いている。脳汁ですね。もう満面の笑みですよ。中学時代一番笑ったことはないぐらいの笑顔で、この瞬間気づいたら窓を開けてました。2ヶ月間ずっと親に隠れながらパソコンゲームをするという生活、親は不思議そうに、なんでパソコン禁止したのに成績は上がらないのだろう。子供のゲームへの執着心、舐めてました。蛇口が閉まってなかったきっちり。そんなことしてでもやっぱり2ヶ月やってたら変わります。これが天気です。次、母親がパソコンゲームやってる最中に急に帰ってきたんですよ。バレるわけにはいかない、そう思った僕はパソコンの電源プラグをまとめて全部抜きました。壊れる。壊れましたね。電源プラグを抜いただけじゃ壊れないと思うじゃないですか。中学生なんで扱いが雑くて、今まで何回もイヤホン耳に引っ掛けたまま移動しようとして、デスクトップをバン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 倒してたんですよね、左右に。あもう親にバレたくないっていう一心で電源プラグ全部引っこ抜いて、ランケーブルも確か引っこ抜いて、ランケーブルちょっと埋まっちゃったんですよね。折れて、端子が折れて、これね、はい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 、まあまあでもしょうがないんですよ。犯罪行為をしてる現場を警察に抑えられるわけにいかないの。そうなんですよ。もうこの時ギリギリ親に怒られなかったんですよ。部屋の掃除をしてって言って、だからコンセント抜いてる、かがんでる、掃除してる感ありませんか。いや、でもそこさ、多分親は気づいてました。優しく見逃してくれたんですよ。でもこの時天気が起こってるんですね。これ壊れた瞬間、まあ、中学、まあ、2年生ぐらいの時、はい、おかげでなんとここで一回立ち直ることができました。インターネットから離れて勉学、人間関係、進路が明るくなってきた。ここでハッピーエンドにならない。でもこれで起こるんですよ。終わりになると思うじゃないですか。2点、3点転落していきます。おー、だけど一旦ここは一番人生で明るかった場所じゃないかなと僕思ってます。あもう友達とバーベキュー、スキーに行く、勉強もつい行けるようになる、行ける高校が増えて明るい人生が来ました。では次です。第2章、再発。何が始まっちゃうんだ。再発です。順風満帆な高校生活、もうこのままパソコンがない、インターネットに触れれない環境で育って、友達とも一緒に旅行に行ったり、もう有馬温泉で楽しく山登って、楽しそうなもう高校生活を。確かに。はい、はい、この頃身長何センチですか。やめなさい。153ぐらいですやめなさい、やめなさい。その気持ちはわかるよ先生。はっちゃら伸びるかもしれないから。そう、わからん。まだはっちゃら資料あるし。ありがとうございます。私これだけ資料があるからここから伸びるかもしれない。高校1年生で身長は止まりました。165まで伸びたんですけど、これ身長の伸び関係あるんですけど、ちょうどパソコンない時期なんですよね。身長伸びた時期って。あー、分かってしまった。あんまり悲しいことは言わせないでください。でも1年生は背高いよ。何でそんなこと言うの。授業妨害ですか。授業妨害はちょっと尖りすぎ荒れてるこのクラスなんか。先生いじめるのが楽しいですか。楽しいです。次のページ、暗雲が立ち込める。あー出た。この瞬間です。ここがこいつのせいだ。そうです、こちらですね。全部これじゃん。集えガチ勢、最大規模の国づくり。こいつじゃん。建国クラフトが私をもう一度インターネットゲームの世界へと呼び寄せた。あー、勉強の休憩のついでに見た YouTube 建国クラフト、これを
間違いでタップしてしまったんですよ。このサムネ俺が作ったおかげってこと？そうですね。ああ、じゃあこれを見て集わなきゃって思って集っちゃった集っちゃってダークウェブの入り口みたいな。このかの有名なこのハリボテ建築、はいはいはい、これいつ作ったか分かりますか皆さん。高校の行事の最中、何の行事か分かります？とある。違います。文化祭。違います。修学旅行。違います。テスト週間の最中、初めてマインクラフト建築して何の建築のノウハウも分からなかった。10日かかりました。何かの間違いだよね、採用最初に見ても見ても意味が分からない。テスト週間、マインクラフトの建築を全て費やすという愚行を犯しました。気候だよね、なんかちょっともう。この結果、テスト総得点で言うなら6割減。多分だけど、はい、薬物乱用する素質ありそうです。そうなんですよね。二度と帰れないみたいな依存性の高いものに吸い寄せられていく習性ありますよね、先生。これ多分そしてこの時結果、親に再びもう一度目つけられかけたんですね。この瞬間、体調ちょっと悪くて風邪気味でという苦しい言い訳が出るほどとんでもない、再発が起きてしまったと。でここで止まれば僕も良かったです。次のページ皆さん見てください。あ、暗黒時代ですね。この時にできた三発が参考動画の方を流させていただいて。はい、どうも、はじめまして。ひわじんと言います。これからね、動画投稿を、まあ、やっていこうと思います。はい、ということで。これ、なんか、中学生の頃にやったと思われてるんですけど、違いますね。これ、実は高校生の頃だったんです。もっと恥ずかしい。もっと恥ずかしいですね。高校生になって、しかも高校2年生。16歳、7歳の少年が、YouTube キッズがやるようなことをやってしまって、一生残り続けるインターネットに。でそして、次、その下。Google マップ修学旅行。あ、別にこれコロナのシーズンじゃないですよ、全然ね。え？これコロナのシーズンじゃないです。どうやって？ゲームをやりたすぎて、僕は修学旅行をドタキャンしました。え？ドタキャン？ドタキャンです。ゲームがやりたすぎた結果、修学旅行、しかもこれドタキャンって言うんですけど、計画的にやらせてもらったんですよ。やらせてもらった？その親への説明はどうしたんですか？いい質問ですね。はいはい。OK、OK、OK。沖縄の修学旅行になると、やっぱ荷物が多いんで、事前に送るじゃないですか。僕もキャリーバッグだけ送ったんです。でも軽いとバレてしまう。その時詰めたやつが修学旅行の時学校ないし、中に代わりに教科書を入れていけばバレないんじゃないだろうかということで。やっぱおかしいよこいつ。バレてるよこいつ。やっぱおかしい、キャリーバッグの中に持っている教科書、ノート参考書全てを入れて沖縄に送りました。ちなみにこの時送った総重量が確か7キロぐらい。キャリーバッグは他の人たちが大体服とか2泊3日なんで4キロぐらいに対して、僕は倍の、7キロぐらいの、荷物を送って、先生がキャリーバッグ持った瞬間に重いなぁ、なんか重いなぁって言って疑問に思ったんですけど、その時はまだ分からなかったんですけど、父さんのキャリーバッグ使わせてもらったんですよ。父さん仕事で飛び回るんで整髪スプレーとか言ってるんですけど、整髪スプレー飛行機の中に入れれないんですか。もう分かったよ。検査ですね、 X 線検査みたいな。あれの時になんか缶があるなって言って、職員さんがその場で開けたらしいんですよ。修学旅行に行くはずのキャリーバッグのケースには服ではなく謎に教科書とノートが全て詰まっているキャリーケースを職員さんは目撃してしまうという。ええ、学校の先生に報告とかされないんですか？されました。でも飛行機が飛び立った後にしっかり連絡行ってたらしくて、ドタキャンするまではバレてなかった先生に。はいはい。修学旅行の前ってはい、どこ行くみたいな話し合いとか、ね、あ、しましたね。ここの国際通りのこことここの店行かへんか。それを行かないつもりでやるかない。やらない、行かないつもりでやって。怖い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 。いや、あるけどやりますよ、ね、あるけどじゃない。その時にやってたゲームは何だと思いますか？アバ。違います。2019-18ぐらいですね。 DMG とかじゃないと思うじゃないですか。バトルフィールド4です。あー、まあでもまあまあそう、まだ現役、まだ現役の BF4 をひたすらやり続けるという。そう、 BF4 のために僕は修学旅行を休ませていただいて、隠蔽工作までやらせていただきました。ではそれとお金払う。あ、ありました。お母さんに言われました。そんな行きたくないやつら早めに言ってくれたらキャンセル料金 100% じゃないのに。しっかり泣かれましたね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、お前最低だわ。すごいよ。え、ちゃんと親孝行するべき
気だった。え、その分のお金返そう。そうっすね。そうっすね。じゃなくて、ね、まだ返してないっす。返してないっすね、この時も。そう、それから20万ぐらい。10万ぐらい確か。で、次、建国クラブと休眠。こちらまた天気ですね、明るくなりました。確かに2017、8ぐらいに確かやんなくなったよね。そうですね、この建国クラブと休眠と同時に僕の成績はまた右肩上がりに上がってきました。ああ、え、じゃああいつのせいじゃん。あ、ちなみにこの時も身長少し伸びましたね。俺もしかして地獄落ちるかな。まあ、こうして何とか持ちこたえて建国クラブと休眠で成績も上がっていき、まあ、無事大学にも行けるといった、さらにこの時にできた、今高校のさらにできた友達とも仲良く長い付き合いで今一緒に飯行ったり一緒に遊びに行ったりするぐらいの友達がしっかりここで形成されましたね。本当にゲーム悪影響しか与えてないし。ゲームとあいつ、ゲームとあの かの方がちょっとあいつや多分小学校プラスになってない、プラスには全くなってないマイナスでしかない。第3章、はい、転落です。ここからが僕のストーリーが全て濃くなり始めます。順風満帆な大学生活で入学式なんです。見てください、こんな綺麗な可愛い笑顔。これがドスブロック変わっていきます。これから1回戦のルーティンですね。おー、でももうね、朝早く、本当に5時半毎日起きてました、1年生の頃は。何してたんですか。この4時間の間、勉強と風呂と、飯と歯磨きと、そうです、勉強がちょろちょろやってた感じですね、この5時半起きは。すごい、エリートの1日が。で、9時に登校し始めて、で、まあ、このまま勉強して、で、18時半に帰宅。メリハリすごくない？もうすごい。生活のメリハリ、なんか人生のメリハリ。いや、あの悪い意味ですごくない？はい。友達できませんでした。できませんでしたね。2回、人生で転落してるんですね。大学こそは、大学はもうしっかりやろう。で、この結果、学部で最高順位9位まで上がるっていう感じで、もう飯も本当に行かずに、1日使うのは300円、昼飯の。って決めて、もう本当にもうそれ以外の欲を全て断ち切って。なんだこいつ、なんかさ、怖いんだよ、なんか。怖い。1年生の頃。おかしい。人間じゃない感じがする。なんか、こんなオンオフならなくない？いや、なぜできていたかはちょっと僕も不思議なんですよ。僕もそうだよ。まあそうだよ、不思議だよ、これ。でもなんだかんだこれでも一緒に勉強する友達もできて、大学に行きたくないとか、まあ、そんなことはマジでなかったですね。毎日笑顔で行ってくるね、お母さん、お母さんちょっと今日いろいろ学校で勉強しててこういうの習ってきたんや、もう家族とめっちゃ会話して今日は何を学んだ、なんかこのままグッドエンドルーなんかここで終わるから、ね、ここで終わる感じじゃないか、なんかすごいで、いい会社就職してなんかね、でもなんかこれ透かしてるなんか読んだ文字がなんかそしたら50とそばやじゃあ次のページ50人サバイバル、こちらですね、建国クラフトに狂わされて立ち直った少年はまた再びマインクラフトというゲームに人生を狂わされる数奇な運命をたどることになります。いや、マインクラフトってゲームじゃない、この左上のやつだ、こいつこのサングラス、こいつのせいだ。この時が大体1年生終わりぐらいの時ですね、元建国クラフトの健全仲間のマッコさんに暇人50人クラフト戻ってこうへんかと、あいつやばいじゃん、あいつやばいね、2人目共犯者お声がかかりまして、ちょうどこれが12月の確かクリスマス前のちょっと17日ぐらいだったと思うんですよ、うん、なんかずっとやっぱ1年生の頃もう本当にずっと厳しい生活をしっかり自分で与えてたから、その反動なのかもしれないですね、この参加っていうちょっとした、本当にこのこれ以外の甘えは本当に取ったつもりないですよね、1年生の頃この甘えが僕の人生を壊しました。ここから本当に誰とも喋らなくなりましたね。十分すぎるほどの輝き、また中毒性がここにはありました。深夜までマインクラフト、悪いことをした背徳感がありました。この日初めて参加した日、今まで寝ていた時間をゲームに費やすという、まあ、ちょっと冬休みや春休み入って気持ちが緩んでいたのかっていう部分も多分あるんですけど、この2時まで起きてゲームをするという感覚、中学生の頃思い出しちゃいますよね。禁煙やってた人がタバコ吸ってニコチン飲んでってなる瞬間と同じようにゲームをして撮影やって壊れていきました。ここに参加勢との早朝まで続くゲーム、
もういないんですけど、グーチョコさんっていう方と雑談したり、あと陰キャさんたちとシビライゼーション。陰キャ転生も悪いな。シビライゼーション、あれを無名の光たちで早朝までシビライゼーションをして、そしてこの第3番目、クンさんが言った通り、似た者同士の集団、これが一番僕の中で響きました。なぜ中卒が笑っていられるんだ、なんで無職が笑顔で楽しくゲームをやっているんだ、大学に行かなかったらまともに人生を送れずホームレスになるよと僕お母さんとに言われてまして、とてつもない漠然とした恐怖がそこにはあったんです。ですけど実際のリアルを見たら、その漠然とした恐怖があまりにも矮小な恐怖だと、あまりにも小さい、何に怯えていたのかすらわからなくなり始めました。やはり似た者同士集まるとやっぱり下に下に引っ張っていきます。上に引っ張る人がいるんだったら下に引っ張る者もいる、そう考えるべきでした。僕も僕の大学生活はこれを機に下に下に引っ張られ、学部内順位93位ですね。93位、驚異の GPA 僕が取ったの。 GPA って分かりますかね。分かりますか。1を切る全落に、まあ、全部落としたんだったらゼロですけど、申し訳なさ程度に楽な単位だけを取り続けた結果、その1を切るとかいうとんでもない数字、僕がテストを全部ぶっ放した時あったじゃないですか、あれが一番最低で 0.2。 ここの魔物の影響、また自分の心の中の甘え、抑えていたものが全てここで放出され始めました。やらかした、犯したしくじり、勉強を二の次にしてゲーム三昧です。ノートを見ていた時間、親の顔を見た時間よりも間違いなく、モニターを見ていた時間の方が長い。手の形が今までペンを握る形だったんです。気づいたらこうなんですよ。こうなんですよ。もうこれがこのマウスを握るこの指の形が固定化されてしまっていて、起きたらパソコン、起きたらゲーム、ノートを見る時間は日に日に目減りしていった。終わりや、終わりだ。でもやっぱりお母さんは最後まで見捨てなかったんです。ここからもしかして回復してるのあるよね。まだあるんです。次のページ、次のページ、母の細い声、お前の成績悪化による落胆、母の細い声、母の涙を見たのはここで3度目です。1度目が中学生、2度目が修学旅行、3度目が急に家に成績表が届いた時です。そして教授からのメール、学校からの電話、この3点セットが揃った時、母は泣き崩れました。うわどうしたの、何があったの。忘れませんね、あの時の記憶は。ゲームでキャッキャ笑ってる瞬間に、母がいきなり扉をコンコンコン、いつも笑顔でアイスよ。お母さんはその時、アイスじゃなくて紙です、書類です。右手には近畿大学の封筒です。書かれてあったのは、進級は難しいかと思われます。で、こんなんじゃダメだ、僕も思いました。やり直そうと思い立った。そしたら、勉強しようと思っても教科書の語句が何も分からなくなっていた。頭嘘の顔してる。教授が配ったプリントがうわーくなっていた。もう繰り返しがつかなくなってたんだ。考え方が分からなくなった。なんかこうやれば解けるっていうのは分かるんだけど、どうやってそういう発想とかそういうひらめきとか考え方をやってたんだっけなっていう、体がもう言うたらゲーム、マインクラフトで出来上がってた人間なんで、もうこの瞬間で。昔おばあちゃんが言ってくれてました。ゲームやりすぎたら脳みそ溶けるよと。おばあちゃんのアドバイスは誠であったと。とんでもないことをしていたんだなって気づきましたよ。今までバカにしていた人たちと同じ立場になっていた。先ほど50人クラフトに参加して似た者同士って言ったじゃないですか。あの瞬間は僕正直まだ上から目線で、あ、俺大学生だし、頑張ってるし、ニートと無職は違うし、って思ってたんですけど、気づいた頃には今までバカにしていた人って同じ立場になってたんですね。あー、嫌な顔してるね、こいつ。なんか見事なんか偉そうだった、落ちぶれてほしい顔してるこいつ。なんでこんなことになってしまったの、必死に考えましたね。明らかにあのサングラスが全部悪いだろ。明白、明白。自分はどういう状況なんだ、自己分析をしっかりしました。いろいろ考えました。結構やるじゃないですか、こういうなんか陥った時とか自己分析して、自分に必要なことは何なのか、自分に不必要なものは何か、なんかもう気分が落ち込んでて、そんなんじゃダメだ、しっかり気分上に行こうと、しっかり立ち直っていこうと考えた結果、最終ページ、僕の教訓です。下には下がおる、気にせんで、下を見たら元気が出る。この界隈、この人生をしっかり生きてきた上で、これ答えは、はい、下には下がいる、気にしなくていいんだと。え、これ無駄、今までの
でもこれ燃やすこれ、そうです、大学1年生までの記憶を全て消した上で50人クラブと今所属しているグループを見ました。うん、あ、俺は30歳でもしかしたら、しはい、見る下がいなくなったらどうする？いい質問ですね。あの、一番上になるのって難しくないですか？どのジャンルでも一番上になるって難しくないですか？一番下になるのも同じです。どのジャンルにおいても一番下になるっていうのは難しいんですよ。わかりますか？下には下がいる。気にせんで下を見たら元気が出る。この界隈はそれを許してくれます。この界隈はそれを可能としてくれます。やっぱり良くないんですよ。やっぱ解散かな。シャイニングラフトも2票全部全部解散かもしれない。諸悪の根源じゃない。諸悪の根源。こいつだよ。超悪いかもしれない。なんかこいつが一番悪い。なんか指名手配犯みたいな。これが、22年僕が生きてきて最終的に導き出した答えが、下には下が多い。気にせんで下を見たら元気が出る。